作ろうと思っているのはフォークを使って作る、かき氷です。非常に簡単にできるので夏これやるとですね、すごく、毎月じゃないですね、毎年この時期だと食べたくなります。かつ超おしゃれな感じになるのでぜひともですね作ってみてください。レモンですね、レモンを3個絞ります。レモンはですね4分の1にカットしてですね、ここを切ります。真ん中の芯の部分を切ります。はい、でですね、一つだけレモンは洗ってください。これ洗うときに洗剤で軽く洗ってください。軽くですよ、軽くで、ちゃんと落としてください。これ理由があって、レモンの表面ってすごいテカテカしてるの見たことわかります？よく見るとすっごいテカテカするんですよ。これなぜかっていうと、ワックスがついてるんですよ、レモンって表面。こう美味しそうに見えるっていうと、保存性を高めるためについてるんですね。で、世の中のですね、洗剤とよく見ると、食材を洗うのも OK って書いてあるんですよね。そういう洗剤を使ってほしいですね。で、この洗ったやつがどれかを覚えておいてください。ちゃんとレモンって、この芯あるじゃないですか、この白い芯、4分の1にした時にこの白い芯ありますよね。この部分が苦味の元なんで、ここは取り除いてください。ついでにですね、同じような理由で種もですね、取り除けたら全部取り除いちゃってください。できるだけ薄皮とかですね、芯の部分をですね破らないように優しく絞ってあげるとですね、ちょうどいいですね。基本的にですね、このポイントだけ覚えておけばいいんですけど、レモンって白い部分を絞ると苦くなるんです。例えばですね、白い部分だから、例えば力いっぱい絞ると、ここの白い部分ありますよね、ここの部分を絞ってしまうと苦味が出るんですよ。やっぱ白い部分は苦いんだね。てめえぶっ飛ばすわ。絞る方法なんですが、早速ですね、まずここでフォークを使います。はい、フォークですね。いいですか、こうやって今刺しましたよね。刺しました。白い部分に刺さないように気をつけてくださいね。この状態でこうぐーっとちょっとだけ曲げたら、こうやってですね、左右にちょっと傾けるんです。そうするとこのフォークがですね、果実を絞ってくれます。で、白い部分には絞らないように、結構近いじゃないです、軽くでいいです、軽く。これをですね、全部やります。で、これだけですね、絞りました。結構絞れるんですよ。で、さっきワックス取っといたレモンあるじゃないですか、これ別に全部取ったわけです、1個だけです、1個だけこの薄皮を切ってほしいんですね。苦手な人はですね、ピーラーが1個あればいいです。こういう風に皮を切ります。で、これただ切っただけだと、ここの裏側まだ白いのがあるの分かりますよね、白いの。これも包丁で削いでください。はい、こういう感じですね。こういう感じに、レモンの白いところなんで見ないんだろうねって、この薄い黄色いところですね、これが非常に香りが強いので、ペラペラだね、はい、本当。後ろ側はもう白いもの取っちゃってください、ね。はい、これ慣れればすぐできるようになりますん で先ほど用意したこちらですね、こちらですけど、中に種が入ってますね、種が。なので種を取り除きます。まあ簡単ですね、こせばいいので、こういうのでこします。この中に先ほどのレモンの皮を入れて、続いて蜂蜜ですね。さすがにこのままだとちょっと甘すぎるので、これですね、砂糖じゃなくてぜひ蜂蜜やってください。蜂蜜はやはり抗酸化作用が高いので、普通に砂糖を取るよりですね、甘みを取るときは蜂蜜の方がいいです。この蜂蜜の量が実はですね、結構、お好みなんですが、僕は大さじ 1.5 ぐらい、ちょっと酸味がどっちかというと強いなぐらいの方が好きです。水 100cc ですね、入れますよ。で、これ混ぜます。これで元の液体ができました。これをこういうバットですね、バットに注ぎます。はい、こういう感じで注ぎますね。これを冷凍庫に入れて1日冷やします。凍ったものがこの、シチリアで代表的なかき氷になるということですね。昨日入れて凍らせたものをこちらにご用意しました。こうしたら、はい、ここからですね、フォーク、ここで一番大事な部分です。フォーク使います。これでこの固まったやつを引っかいてください。これを、ダルさんにまずですね、食べてみてもらおうかなと。はい、こんな感じですね、わかります？はい、ふわふわだね。いただきます。まずね、もう空気が入ってるからね、かき氷って食べてキンとするじゃん、多分あれがないんだよ。うん、全然緊張しない。香りすごいね。香りすごいじゃん、やっぱり皮を一緒に混ぜることで、うん、香りがすごいよく出ます。あとね、苦くないし酸っぱくもない、うん、これも絞り方による方法ですね。レモンのなんか爽やかな香りだけど、大体こう食べるとさ、レモン食べるとさ、
最初さレモンの香りくるんだけどさ口の中がキューって収斂する感じあるじゃん、苦味っていうかあれがないんですよ。ふわっと爽やかさが広がって蜂蜜の香りとともにスッと抜ける感じ、しかも頭にキンとこないっていう、はい、ガスガス食っても全然大丈夫って思った、うん。概要欄とコメント欄から D ラボとオーディオブックが無料体験できます。ぜひチェックしてみてください。それではバイバーイ。